北朝鮮のミサイル問題が日本を騒がせている今、ミサイルを迎撃するのではなく、ピンポイントで狙ってレーザーで破壊する技術が注目を集めています。昨今、北朝鮮の発射問題が日本にとって非常に大きな脅威になっていることはご存知の通りですが、日本政府の中でこの問題に対する自衛策がこれまで以上に本格化し、極めて現実的なものになってきていることはあまり知られていません。現在、日本政府が取っている対策で最も一般的な方法は、飛んできた攻撃を地上から迎え撃つ迎撃方式。政府はこの方法でも防衛は可能としており、日本各地に迎撃パトリオット PAC-3 を配置しています。しかし、北朝鮮の技術は予想を超えて進化しているとされ、迎撃スタイルでは守りきれない可能性があることが指摘され始めました。そこで政府は新しい撃墜方法として、日本が誇る高精度位置情報技術を用いて高出力レーザーで破壊する方法の開発に着手。この方法はブースト段階と呼ばれる、ミサイルが発射された直後にその位置を特定し、高出力のレーザーでミサイルを変形または爆破させるもの。2018年に87億円の予算をかけ、実用化に向けて開発されるこの技術の鍵を握るのが、日本が世界に誇る順天長衛星みちびきを使った位置特定システム。この精度の高さはこれまでとは比較にならないほど正確で、誤差1センチという優れもの。さらに、みちびきを使った位置測位はミサイル問題のみならず、日本のあらゆる産業を大きく変えるほどの無限の可能性を秘めているものなのでした。より精度を高く。2010年9月、順天長衛星みちびきの1号機が初めて打ち上げられて以降、2017年現在までに後継機を含め3機のみちびきが日本の上空を飛行しており、日本地域において利用可能な衛星測位システムの中心として機能しています。衛星測位システムとは、宇宙空間にある衛星からの電波を用いて位置情報を特定するシステムのこと。みちびきを使ったこのシステムは日本版 GPS と呼ばれていて、現在の衛星測位システムの精度でも十分に高いとされているものの、ビルや山間部が多く平地が少ない日本ではまだまだ精度を高めることができるとされているのでした。この衛星測位システムの精度を高めるためには、常に8機の衛星と通信できることが理想的。地球は丸く、地球を取り囲むように飛行している衛星はどうしても特定の地点を基準にした場合、衛星が地球の裏側に回ってしまい、実際に有効な衛星の数が減ってしまうという問題があります。この問題を解決するために、みちびきは4機体制になることが決定しており、すでに地球を取り囲むように飛行している GPS 衛星を補うような形で運用され、2018年には地球の裏側に回る衛星を差し引いても GPS 衛星6機、そしてみちびき3機という理想的な体制で運用が可能になるのでした。みちびきの恩恵。みちびきを使った位置測位システムの凄みは、なんといってもその精度の高さと実用性の高さです。みちびきはアメリカが運用している GPS 衛星とデータの互換性があり、 GPS と安価に連携が可能。 GPS 衛星とみちびきが組み合わさって測位される際の誤差はわずか数センチ。 GPS だけに頼っていた時代と比較すると大きな進歩だということがわかるでしょう。加えて、みちびきの秘めているもう一つの可能性が実用性の高さです。現在4機目となるみちびきの打ち上げを控えていますが、地上でも多くの日本の企業がみちびきの位置測位システムを利用した新しいアイデアを次々と生み出しています。これまでの GPS ナビゲーションよりも
はるかに精度が向上したカーナビやスマートフォンなどの携帯電話による位置特定サービス、宅配便などのカートに搭載し荷物の追跡などにも利用できる端末が開発されており、次世代の位置情報サービス市場が活気づいているのでした。さらに日本のお家芸の農業にも生かされようとしています。導きから発信される信号を無人のトラクターが受信し、農作業の無人化、効率化が実現するかもしれません。畑での収穫や田植えなどを誤差数センチ内で自動化できれば、これまで人が関わっていた部分を無人化できるという発想です。導きから発せられる信号を受信する端末は現時点で10万円程度で済むため、導入へのハードルが低いのも魅力。これにより高齢化が進む農業でもより効率的な生産が期待できるでしょう。そして導きは日本が競合国に遅れを取っているとされる自動運転技術において大きな役割を果たしそうです。誤差数センチでの位置情報やリアルタイムの道路状況、気象情報のデータと連動すれば、道路状況も考慮し正確な最適ルートを判断できる自動運転が実現するかもしれません。正確さを追求する、真面目で几帳面だからこそできる技術、まさに独自の国民性を生かし世界に貢献する民族、それこそが我ら日本人。日本版 GPS として実証できれば、即座にアジア、オセアニア各国への技術提供やデータ供給が実現するでしょう。このことはミサイルなどの不測の事態から日本の技術が世界を守ることも意味しており、世界中から日本の導きの技術が注目されています。導きを活用した自動運転技術、10月17日、順天町衛星みちびきから受信する精度の高い位置情報を使った業界初の自動運転実験車 XOTO の走りの様子を三菱電機が公開。常に日本の上空にあるみちびきにより位置情報の誤差はなんと数センチ程度。通常の GPS にみちびきからも位置情報を受信し、実験車は氷炭型のコースに沿って道の真ん中を走り続け、障害物で幅を縮めた場所でさえもまっすぐに走りました。誤差が10メートルもある GPS だけでは不可能な走行を実現。この誤差の少なさは導きからの精度の高い情報だけで実現されたものではなく、三菱電機が開発した高精度な受信機も必要不可欠だったでしょう。というのも衛星信号というのは大気の状態により乱れがちです。三菱電機は国土地理院が全国に持つ電子基準点の情報を使って信号のブレを解析し補正できるようにした受信機を開発。開発センター副センター長はズレをセンチ級にまで抑えたことで車がレーン中央から外れずにいられると話す。人が運転に関わらない完全自動運転に向けた制御技術が日本でどんどん進んでいます。また2017年10月10日4期目の導きを打ち上げており、実際の測位システムの運用は来年4月から始まる予定。三菱電機は今後国内外の自動車メーカーに自動運転システムの採用を働きかけ、2020年の実用化を目指す予定のようです。政府が目指す自動運転の普及がまた一歩前進しました。これにより日本がさらに世界をリードする国になるかもしれませんね。車の移動中も運転とは違う他のことができるようになれば、1日24時間という限られた時間の中でできることがまた増えることになります。自動運転が普及した世界とは一体どのような世界になっているんでしょうね。随時更新中、チャンネル登録よろしくお願いします。コメントも待っています。最後までご視聴いただきありがとうございました。
この方法でも防衛は可能としており、日本各地に迎撃パトリオット PAC-3 を配置しています。しかし北朝鮮の技術は予想を超えて進化しているとされ、迎撃スタイルでは守りきれない可能性があることが指摘され始めました。そこで政府は新しい撃墜方法として、日本が誇る高精度位置情報技術を用いて高出力レーザーで破壊する方法の開発に着手。この方法はブースト段階と呼ばれる、ミサイルが発射された直後にその位置を特定し、高出力のレーザーでミサイルを変形または爆破させるもの。2018年に87億円の予算をかけ実用化に向けて開発されるこの技術の鍵を握るのが、日本が世界に誇る順天長衛星みちびきを使った位置特定システム。この精度の高さはこれまでとは比較にならないほど正確で、誤差1センチという優れもの。さらにみちびきを使った位置測位はミサイル問題のみならず、日本のあらゆる産業を大きく変えるほどの無限の可能性を秘めているものなのでした。より精度を高く。2010年9月、順天長衛星みちびきの1号機が初めて打ち上げられて以降、2017年、北朝鮮のミサイル問題が日本を騒がせている今、ミサイルを迎撃するのではなく、ピンポイントで狙ってレーザーで破壊する技術が注目を集めています。昨今北朝鮮の発射問題が日本にとって非常に大きな脅威になっていることはご存知の通りですが、日本政府の中でこの問題に対する自衛策がこれまで以上に本格化し、極めて現実的なものになってきていることはあまり知られていません。現在日本政府が取っている対策で最も一般的な方法は、飛んできた攻撃を地上から迎え撃つ迎撃方式。政府は現在までに後継機を含め3機のみちびきが日本の上空を飛行しており、日本地域において利用可能な衛星測位システムの中心として機能しています。衛星測位システムとは、宇宙空間にある衛星からの電波を用いて位置情報を特定するシステムのこと。みちびきを使ったこのシステムは日本版 GPS と呼ばれていて、現在の衛星測位システムの精度でも十分に高いとされているものの、ビルや山間部が多く平地が少ない日本ではまだまだ精度を高めることができるとされているのでした。この衛星測位システムの精度を高めるためには、常に8機の衛星と通信できることが理想的。地球は丸く、地球を取り囲むように飛行している衛星はどうしても特定の地点を基準にした場合、衛星が地球の裏側に回ってしまい、実際に有効な衛星の数が減ってしまうという問題があります。この問題を解決するために、みちびきは4機体制になることが決定しており、すでに地球を取り囲むように飛行している GPS 衛星を補うような形で運用され、2018年には地球の裏側に回る衛星を差し引いても GPS 衛星6機、そしてみちびき3機という理想的な体制で運用が可能になるのでした。